CG を使ったアートの先駆者として世界の第一線を走り続けているアーティスト川口洋一郎さん。1975年から CG に着手し、1982年に発表した自己増殖する CG 作品グロースモデルは世界の注目を集めました。その後も理論を発展させ続けて、生命の成長進化を数理的にシミュレートすることで5億年後の未来を生きる芸術生命体を作っています。未来の生命体やグロースモデルは立体作品にも展開されています。この作品は薩摩切子の作家さんに依頼してできたもの。宇宙鳳凰フェッコと名付けられたこのオブジェはなんと8メートルもある巨大なものです。また出身地鹿児島にある美術館霧島アートの森の館長を務めるなど、アート界を盛り上げるためにその活躍の場を広げています。さあということでですね、今夜のゲスト川口洋一郎さんにスタジオにお越しいただいております。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。はい、川口さんはですね、はい、まさに日本を代表する、まあ、コンピュータグラフィックスのアーティストっていうにはもうそれをはるかにはみ出されて、はあはあ、で同時に日本もはみ出されて、ほう、世界でもう川口洋一郎といえば、はあ、もうあの日本、あ、世界最大のね、うん、あのコンピューターグラフィックスの祭典のシーグラフっていう、はい、うん、殿堂入りされちゃった。あ、殿堂入りですよ。殿堂入りです。しかも第2回とか3回ですよ。2回目。2回目ですよ。2回目でシーグラフで殿堂入りした。多分今アジア人はここにもうあといないんです。いないと思いますね。すごい。コンピューターが主に計算をしていた時代に、1970年代と、ものすごいメインフレームがあって、はいはい、数億円するコンピューターが日本で数台しかなくて、はあはあ、僕大体大学に英語学とかと思って入ったら全然違ってたんで、僕は気を取り直して未来をやるぞと思ったんだけど、だけどコンピューターがあまりも遅くて、はあ、もう皆さん持ってるあのスマホよりも遅い、はるかに何十倍も遅い。もうそれでね、色もグラフィックスも、もうディスプレイもないんですよ、うん、当時、うん、まあ、そういうとこからねもう全くないんで、テキストもないし何もないんで、うん、もうゼロから始めたの。普通の CG って人がこうやってもう全部作んなきゃいけないけど、カンフさん先生の CG はどんどんその CG 自体が成長してっちゃう、勝手に。なるほど。それでこういう螺旋を描いてね、まあ、いや今でいう複雑系のアートです、うん、あの自然界は簡単なルールで来てるけど、はいはいはい、あのそのルールをやると突然とこうジャングルのように増えていく、 この秘訣は自然界にあり、うん、という感じで、なんかの時にちょうどその理論、まあ、L システムとかって、ああそうそう、あれはねちょうどその時できたの。それの時に僕がちょうどコロンビア大で建築作る時に L システムの原理使って、ちょっとまあ、あのいろんな数式打つと何度回転してそれがずっと続くんですけど、でもそれを調べてる時に川口さんの作品が出てくるんですよ。部分部分がこう連鎖反応でこう成長していくわけです。でもう細かく言うと伸びるといっても、うん、あの上に伸びて右に伸びて左に伸びてねじっていくとかね、うん、そういう形のやつをどんどん細かく計算していくわけです、まあ、基本的にはね繰り返し構造。例えばこれは今立体に起こして分かりますけど、この渦巻き構造を繰り返し追加追加やってると今の画面出てるようなんですと同じように、うん、これ立体ができていくの、はいはいはい、これあの 3D プリンターで今作ったやつなんですけど、であのこれがの自然界のゼンマイとか、まあ、例えば巻き貝、巻き貝の構造にも近いし、もう極端に言うとあの渦巻き銀河の、私が住んでる天の川銀河にも近づいていく、柔らかいこの風で、これだともっと細かいの出るんですよ。それも 3D プリンター 3D プリンター。ただね僕ね今これ研究資料でいいんだけど、アートとしてどうやって出すかっていうのは非常に難しいのね。確かにそうです。この細かさを今までできないことをこう実現しようと思って今あの実験ずっとやっているんですけど、あのだから川口さんは新型コロナの外出自粛中の時間を使って新しい試みをしたそうです。
ちょっとさあ、こちらが川口さんの、描かれた絵なんですけども、やっぱこう面白いですね。これすごいですね。ちょっと予想してなかったですね、うん、はー、ここはてっきり CG でと思ってたら、うんうん、これ手書きなんですね。今までずっとコンピュータグラフィックスでこういう複雑系のやつをプログラミングでやってたんですよ、うん、でちょうどこの今年コロナ時代に入ったんで、はい、もうこれちょっと自分自身をもう一回原点に戻ろうと思って、あのこの複雑系を自分全くテクノロジー使わずにどこまでできるか、うん、もうちょっと自分と戦ってみようと。でもう朝から夜の深夜11時12時までいっぱい時間使って、目いっぱい時間使って、すぐ1週間10日2週間経つそれぐらいで経つ。質問していいですか、はい、これあの CG をやってる時と気持ちは全く違うんですか。 CG はね、あの画面に出てくるでしょ、はい、ディスプレイで、はい、こう計算で出てくるんですね。でこれは描いていく時にはまだ全体が見えてないんだ、うん、ここだからね、あの CG は画面の中にやる時にはもう計算でグググッと出ていくのね、うん、でこれは全体とか色を描いていくんだけど、うん、あの落としどころがまだ分かんない。なるほど。やってみて分かるっていう、だから7割8割ぐらい来て、うん、最後の落としどころどうしようかなとかね、いうことで、でやっぱりこれは僕のグロースモデル の基本形で、自然界には繰り返し構造がいっぱいあるということを元にして、あの現代アートの世界に CG の世界を持ち込むって一回やってみようと思ってね。やろう。でだからあの現代アートのいろんな人に聞くとこんなの見たことないとか言って。どの辺がなんか難しかったとか、なんか大変だったみたいなのはあるんですか。まず大きな全体のボディがあるんですよね、はいはいはい、でこの中から全部基本であの繰り返し構造をやっていくんですけど、斉藤さんもおっしゃってる海、はい、この発想はね、海に行った時にね、あの海藻とか、はい、あの珊瑚礁、はいはい、あそこから来るんですよ。珊瑚礁がもう何年何十年でああなっていくじゃないですか、珊瑚、はいはい、あれに僕なんか自然界に見習って、うん、自分の発想をそこに持っていこうと。だから僕はあのネイチャーテクノロジーを徹底的にね、アートにしようと思った。でそうするとあの、ね、そしたらまあ子どもたちにあの自然は美しいんだというのをね、うんうん、自然界のネイチャーテクノロジーがもっとすごい裏を返すと、うん、でこれはね学校で教えてくれないの、うん、でそれをね一回僕ちょっとこの現代アートの中で持ち込んでみようと思って、うん、ただどこまでいくか分かんないんですよ、うん、当然ほらあの映像とかあの 3D プリンターとかテクノロジーもやっていかないといけないんだけど、ただ多くの人はこれを欲しいから直筆、うん、いやまあすごいですね。もうこれは本物のリアル世界と今までやってきたバーチャル世界、うん、これをねもう螺旋のように一緒に交互にやっていって、うんやろうと。ただ今たまたまこのコロナ時代が僕にとって大変だったけど、はい、あの一番重要だったのは集中して1日に10時間、うん、20時間集中できたって。うわすげえ。でもこうやってあれですね、まあ、よくペストの後にルネッサンスみたいな話ありますけど、はいはい、でもこもって人と会わなきゃいけないのこもって、うんブワーって書く、うん、なかなかないじゃないですか、うん、僕も今のところ怖いですけど、こんな時代じゃないと、うん、ここもできなかった。あーそうか、うん、これまたすごい作品ですね、うん、これ綺麗ですね、本当にかっこいい、うん、これはコロナウイルスそのものを表現した作品。コロナウイルスの形をよく見るとそこには自然界特有の繰り返し構造があることを発見し作品にすることを思い立ったそうです。コロナ細胞が分裂して増殖していく様子が細かい描写で描かれています。川口さんはこの作品にコロナウイルスから人間を守ろうという願いを込めたといいます。ということで、今週のピックアップアーティスト、川口洋一郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。